さあ、ワナシュート2004ウェルター級3回戦が始まります。赤コーナーから吉見康平、そして青コーナーはヤニラックスです。特殊な構えですよね、ヤニは。さあ、タックルに入ろうという安見、ものすごく打撃に自信があって、はい、テイクダウン対策のような構えで意外とすぐにテイクダウンされる。これはフロントスイーパーの体勢ですが、力で持っていこうというか、ラックス、あの寝技うまいですよ。あのすごくうまくなってます。やっぱり最初に日本に来た時に、あの対戦相手が菊池で、しかもミドルでしたから、まあ、取られてしまったんですけども、あれでヤニラックスの評価が下されるようなことない、そういう寝技を持った選手ですね。ただあの右のパンチですかね、菊池をダウンさせてますからね。打撃も持っています。現在ヨーロッパのウェルター級2位、一方の安見は環太平洋ウェルター級9位です。しっかりあの現地であのクラス A を経験した選手があの日本に来る時代になったということですよね。さあ、上から殴る。まあ、安見もここのところ負け込んでますからね、はい、まあ、自分のスタイル見直してしっかりいって勝ちたいですよね。勝ちが欲しいところだと思います。佐野さんのお話にもあった通り、去年の9月にはルイス・ブシュカフェ・ジュニオールに判定負け、そして今年に入って1月、環太平洋チャンピオン決定トーナメントで牧高鉄に判定負け、さらには7月、福本陽一にも敗れました。3連敗中です。すぐあの中に入るじゃなくて、殴った後にすぐパス狙いたいですね、安見。ね、さあ、めくって抱えます、ね、さあ抱えて、さあパスできるか、しっかり潰してから、これも足が上がっていますが、ヤニラックスしっかり腰畳みたかったですね。足か、これ抜ける。さあ、距離を作ります。パスはできない。いいですね、抜かさないですね。あのやっぱり日本人にない足の長さというか、はい、足の器用さがやっぱありますから、ヨーロッパの選手その辺がね、ちょっとやっぱりなかなかこれぐらい足長い人と練習できないんでね、ちょっとやっぱり攻めあぐねてるというか、いつもと違うなという感覚はあると思うんですよね、はい、さあ、この対戦半身になっているが、上から殴られるぞ。これ攻め続けてるのが休みなんですけど、効果が今のところ上がってないじゃないですか。休み最近ちょっとあのスタミナが心配ですよね、試合見てると、はい、さあ、第1ラウンドが終わりました。安見康平の第1ラウンド、ちょっとあの大きな息をしているようですよね。まあ、あの攻めがのそのさっき高島さんが言った効果的ではないんですよね。攻めてはいるんですけど、それが効果的になってないという、うん、そこら辺がちょっとジレンマとして出てくると思うんで。さあ、第2ラウンド入ります。ミドル、打撃出し始めましたね。ラックスのミドル、いや、ガードが低く見えるんですが、これは受け止めた、テイクダウンスライダー。これはでも受け止めたんですけど、ちょっと一瞬あの息が詰まったりとかするかもしれないですよね。さあ、トップを取りました安見ですが、あの安見上いるんですけど、やっぱりなんかあの焦ってるような感じあるじゃないですか、ここまではいけるんですよね、ここからですよね。どうしても最近のその連敗というのも気持ちの中にあるんでしょう。返されて立たれる、まだ倒します。でこれでやっぱり疲れてないんですよね、ヤニラックスの方は、ね、あのポイント的にはこれ安見がやっぱりテイクダウンで取ってるとは思うんですね。ただ3ラウンドっていう時間帯考えると、この安見の疲れようはちょっと問題じゃないですかね。この第2ラウンドでちょっとインタビュー肩で息してましたからね。さあ、後ろに回る。さあ、ヤニラックスが腕を取ろうというのか。さあ、しっかり倒したいですね、ここ。ここでまた倒せるか、休み。ただこの倒すことによってまた疲れてますからね。さあ、ヤニラックスが休みの横につく格好、足を引き抜こうというのは休み。テイクダウンにつなげたい。さあ、ここで少し休むか。これやっぱり頭抜けないんでしょうね。まあ、ヤニは上に乗ってる分ヤニの方が楽ですから ね、 こうするとまたスタミナのロスになる、はい、でプレッシャーもかかってますからね。さあ、これ十字いきたいですね。十字、取れない、取れない。さあ、蹴り上げる。をしっかり取ってから、これはまだグラウンド状態とみなされましたね。顔面を狙った蹴り、はい、あれで外国人選手の方が反則だろうってすぐルールに機敏に反応できるところがもう今の時代のシュートですよね。
普通ならなんでと言ってもおかしくないぐらいですが、さあ右頭当たりましたね今。ちょっとバッティングもあったか、ちょっともうタックル読まれてると思うんですね。気持ちいい、入りましたね。フロントスリーパーです、フロントスリーパーホールド。どうだこれは、入り具合どうですか。かなり入ってますね。かなり入ってタップした、決まった。片足タックルに頭外出して入ったのがちょっと焦りなんでしょうか、なんでしょうか。安井はちょっと歯車が狂ってますね。2ラウンド3分25秒フロントスリーパーホールド、ヤニラックスが一本勝ちです。いやー本当に戦い終わってという顔ですが、ものすごく落ち着いてでも戦ってたと思いますよ、ヤニラックスは。一回上投げから落とす準備したりですね。2度目のラインに座ったヤニラックス、ヤスミをギロチンで葬って、ヨーロッパチャンピオン獲得へ勢いがつきました。 I'm very happy. It was a tough fight for me to take this and come back here. It was a tough opponentBecause he looked pressure on me all the time on the ground, and I'm happy. I always want to kick people upstanding, kick and show my Thai boxing skills and boxing skills. But it's difficult because always they shoot at me, shoot. So I train a lot on the ground too. But one day I hope to show my KO power.ワナシュート2004ウェルター級の3回戦が始まりました。